小野寺ひかりと杉山松恋の古古本屋本屋へへ行こう。行こう。はい、おお、いい感じですね。2024年8月号、前編の古本屋へ行こうでございます。この番組は、私の杉山松恋チャンネル、本と謎になぜか、最もリクエストの多かったですね。古本屋番組を始めてほしいということで、スタートしました。古本屋しか、全国各地の古本屋紹介番組でございます。担当いたしますのは、私、杉山敦子と、まあ、初めならこの人をと思ってました。はい、どうぞ。ライターの小野寺ひかりではい、どうす。ぞよろしくはお願いいい、たおし願まいす。します。僕、本当は今日はですね、静岡にいる予定だったんですよ。あ、静岡でしたか。はい、なぜか、と言いますと、大井川鉄道に乗りに来たくてですね、まあ、金谷から、はい、アプト式のですね、鉄道のある大井川鉄道の終点まで行きたいなと思ってたんですけど、例の、南海トラフの警報、注意報が出てしまったので、さすがにちょっと、愛知と静岡はですね、その対象区域に入っていたので、今回ちょっとやめといた方がいいんじゃないかということで、実は昨日まで鬼怒川にいたんですけど、内陸部はいいかなと思って行ってきました。で、本当でしたら静岡に行きたかったので、まあでも、その警報が出たその前日に、実は浜松にいたんですよね。あら、どちらかというとですけど浜松にいね。たんです。浜松から帰ってくる途中で地震があって、だから、一日おきに静岡に行く予定だったんですけど、まあまあ、よかったかな、浜松行っといてという。そうですね。はい。その前の週も実は静岡に行ってるんで、まあまあ、静岡に、ね、7月の最終週から3週連続ぐらいで実は行ってたんですけど。そうです。なんとなくちょっとずつこう、そう静ですね。岡を制覇していくという。行ってないところを潰すといいますか、見放点をね、行くというわけで、静岡実はこれで見放点がゼロになりましたのああ、すごい。で、チェーン店以外は全部、多分、あの辺にある、なんだっけ、駿河屋とかもそうですけど、ああいうチェーンのもの以外は全部行ったと思います、これで。行ってないところもあるかもしれないですけど、ちょっと僕の情報では探しきれてないんで、見つけ次第またそこにシュッと行く感じですかね。というわけで、今回の一冊目は、一本目はですね、そんな静岡の中から、静岡なんだけど、定期的に訪れているですね、巡回展を一つ、ちょっとご紹介したいなと思っておりまして、その一点がですね、ここでございます。共有ってどうやってやるんだっけ？あ、これだ。共有しますよ。どこでしょう。あ、これか。あ、違うわ。どこ行った？じゃ、ちょっと待って。共有はいいんだが、なぜこれが。あ、変なとこ出ちゃってる。また後ほどのご紹介。はいはいはい。あれ？ちょっと待って。違う画面が今共有する。共有画面が出ちゃったこやっとにた、より。私だけじゃなかった。ははは。中身が出てしまう。あ、ここだ、ここだ。はい。じゃあ出します。いきますよ。操作の仕方よくわかったな。いきますよ。はい。じとんゃあ、でもとんでも共ない。有いたします。これです。静岡で。ここ。じゃじゃん。不思議な古本屋、はてな屋さんでございますね。ああ。このお店は、小山さん、小山さん、古本屋古ツ田さアー、ん、はいはい。古本屋ツアーインジャパンの小山さんも大変お気に入りのお店で、最初に会った時、確かハテナ屋の話をした記憶があるんですけど、不思議な古本屋、ハテナ屋さんですね。静岡県の、し、あの静岡市清水区にあります。清水区っていうのは、もともと清水市だったんですけど、三保の松原とかね、有名な、まあ、半島部のもちろんあるんですけど、静岡市から、東海道沿いに、北東に上がっていく道があるんですけど、それがですね、静鉄と言われる静岡電鉄っていうですね、私鉄ラインがありまして、それが、
JR 清水駅からの南にある新清水って駅があるんですけど、そこにこう静岡と新清水を結んでる線があるんですよ。ちなみにその新清水の方から近いのが、あの桜丸子記念館とかですね。あ、はいはい、丸ちゃんの松。資料館かなとかは、静岡、あの清水駅よりも新清水駅の方が近いんですね。という、まあ、あの観光上の拠点になるところなんですけど、ここの果てないがあるのはですね、狐ヶ崎という駅がありまして、狐ヶ崎って多分あの皆さんはあんまり馴染みがない、と思うんですけど、初耳、はいはい、そうですか、やっぱそうですよね、うん、そこにね、昭和のある時期まで、狐ヶ崎ドリームランドだったかなという名前の遊園地がありました。だから小山の小山遊園地的な、はいはいはい、みんな知ってる遊園地ですね。まあ、小山遊園地も今はないわけなんですけど、そこがですね、狐ヶ崎ドリームランドっていうところがなんで重要なところかと言いますと、民謡のチャッキリ節っていうのをご存知ですかね。チャッキリよっていう、はいはいはい、林文句で有名な民謡なんですけど、これは新民謡に属する民謡でしてね、新民謡っていうのはその民謡として新しく作られた歌なんですよ。これが実は狐ヶ崎ドリームランド のテーマソングだったんですね。なるほど。そのテーマソングとしてチャッキリ節で作られたんですよ。今みんな普通に民謡歌手とか歌ってるんですけど、もともとはテーマソングでですね、テーマパークの、はい、そうディズニーランドのミッキーマーチみたいな感じですよね。素晴らしい。キャールが泣くから帰ろう、帰るがようかなというなんかフレーズで言って有名なんです。まあ、それで狐ヶ崎自体は僕来てたんですよ。狐ヶ崎っていうとこある。で、昔と有名な遊園地がありましたってことをしたんですけど、その近くのですね、国道1号のバイパス沿い、バイパスからちょっと入ったとこに、この不思議な古本屋、はてなやがあります。はい。すごい有名です。情報量が今ものすごく、ふわって。圧縮した形で言いましたけど、それでもかなり固有名詞がいっぱい出てきましたね。このはてな屋さん見てください。この真ん中にこの。いい名前ですね、はてな屋さん。ガラスの扉があってですね、ここを開けるといきなりあるのは、古い日本映画なんかの VHS のテープがものすごく安く売ってて、その左脇の方には、女性雑誌の付録いっぱいあったじゃないですか。はいはい、がいっぱい山と積んであります。で、その奥というか、通路が右から1、2、3、4、5、5列あるのかな？あ、4列か、4列あると思うんですけど、真ん中の2列は雑誌とコミックです。で、右側の列は、手前が、普通のコミック。で奥に行くとちょっとレアものコミックがいっぱいある、うん、レアなコミックがいっぱいあるところですね、うん、例えば貸本漫画なんかもここには山のようにあります。杉吉春とかもねたくさんある感じのところでございまして、今はどうかな、前は水木しげるなんかも結構あったりしたんですけど、すごい貸本漫画が多いところなんですよ。で、その左側の、中の左側通路の方に行きますと、こっちは雑誌です。映画雑誌ですとか、スポーツ誌ですとか、そういうですね、昔の、A4 系とか変形 A4 系の雑誌がですね、これも山のようにバックナンバーがこうずらーっと並んでおりまして、東京でいうとあそこの、なんだっけ、大谷総一文庫のそばにある、グラフ紙がいっぱいあるとか、そこの縮小版みたいな感じなんですね。それで、じゃあ中は そうなってて、コミック雑誌すると、ね、右と左は何かっていうことなんですけど、向かって左はですね、奥がアダルト系のゾーンなんですが、はい、手前がですね、ありとあらゆるサブカルの密度の高いサブカルゾーン。このなんかシンプルな外観から想像のつかない。そうなんですよ。このね、この本、ポスター、DVD、おもちゃのうちの本のゾーンの、この左のゾーンのですね、圧縮度が異常に高いですね。おお、素晴らしい。
画面共有をちょっと外しますけど、例えばどんなものがあるかっていうことなんですけどね。これか。はい。じゃあちょっとお見せします。ここで買って一番レアだった本をお見せしますね。ダン・池田の芸能界踏んだり蹴ったり。このね、ダン・池田の芸能界踏んだり蹴ったりという本はちょっと説明が必要なんですけど、ダン・池田はですね、昔、よくその、なんだ、歌謡曲って生版で昔歌ってましたね。カラオケじゃなくて。で、生版の、ニューブリードオーケストラバンドっていうのをやってる、そのバンマスだったんですよ。だから、はいはいはい、山口百恵とかが歌ってると、後ろでこのアフロヘアのでヒゲのですね、ダン池田がこうやってバンマスをしてタクトを振ってるところがですね、見えるという、そういう有名な芸能系では有名な、まあもうブリブリはしてたバンマスだったんですよ。それがね、ある時、芸能界本日も反省の色なしというね、暴露をしまして、これはね、いかに賞レースが金で決まるかっていうことをその1、その2、下半身事情。このね、2つの絶対言っちゃいけないようなことを、今の芸能界でも多分言えないようなことを、もうなんていうんですか、1ページに1回ぐらいの感じで暴露するような本でですね。ダン池田がいかにこの芸能界腐ってるかっていうことを暴露しちゃったんですね。で、その続編。第2弾芸能界本日も反省の色なしを出したあたりから、ダン池田はですね、ものすごく芸能界を干されるようになるわけです。まあ、それは、まあ、そうですよね、分かりますよ。だってもう、なんでしょうね、その音楽番組の顔みたいな方がもう見聞きしたことを全部書いてしまって。それでどうなるかというと、まあ、大変収入に困るわけですね。で、ダン池田芸能界踏んだり蹴ったりっていうのは、1961年だからこれ86年のダン池田がどれほど干されて困ったかというですねことを日記形式で綴っていく1年間でこれ半年ぐらいかな、あ違う違う2年半ぐらいの記録をですねこのように家計の収入ありきでつけてます。いやー面白い人ですねそれは、うん、1月の、なんだ、収支、現金が、預金が275万の現金収入が48万あって、会計合計がですね、32万ぐらいあるんですけど、支出が103万ぐらいあるんで、あとね、なんか養育費とかも払ってんな、この人、離婚したのかな。ということで、それがどん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 ですね、お金がだん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 、どうなっていくかというのが、なっていくわけですね。そうすると昭和63年、昭和最後の年ですけど、はい、年はですね、預金101万、現金10万、支出がですね、いくらだ、189万で、明らかに翌日繰り越しがマイナス113万になっていて、アウトです。で、その次の、これがね、2月ですけど、3月系では、銀行より借り入れという項目がありまして、これどうしたんだろう、ダン池田やっぱり企業になってたのかな、借り入れが200万、で、現金は、収入が63万ですね、これもね、あれなんですよ、最初のね、61年の段階では、収入の内訳を見るとね、ラジオ出演料、カラオケ審査料、まあ、カラオケ教室の審査やってたと思うんで、でまああるんですけど、そのこっちも、パーティー司会料とかですね、パーティー司会料30万取ってるんですけど、講演料10万とかね、テープ売上33万とか、そのように、3万3000円かというように、あけすけに自分の収入の内訳も書いていて、これはね、あんま見かけない本なんですよ。いや、全然見たことないというか、もう、ある意味、なんていうか、ちょっとなくなり、なんかその一時のね、わーっと売れて、わっと消えていくタイプの本の気配がしますね。いや。特にその最初の浜野出版っていう最初のこの第2弾の本を全部出してる人なんですけど、ところなんですけど、芸能界本日も反省の色なしから1、2、3、多分ここまでは出せたんだけど、この後は出せなかったんじゃないかと思うんですよね。だ最後の本でもあるので、あんまり部数も多分すれなかったんではないかと思います。すごい。
あれみたい。これはね、珍しい本で、ちょっと多分なんかでググっていただくと、古書価が結構えらいことになってると思うんですけど、これがね、1100円だったんですね。あ、素晴らしい。安かったです。見た瞬安い。間に、もうこれは買うよと思って、買いました。いやー、なんでもいいですね、静岡ってなん素晴か。らしい本屋ですね。これね、安い本は本当に安いんですよ。で、めちゃくちゃ安いわけじゃなくて、ある程度安いですね。値段、価値が、よそではつくのを知っていて、そんなバカみたいなプレミアはつけませんよ、うちはっていう感じの安さなんですよ。大体だから、高くても3000円ぐらい。珍しい本でも3000円ぐらいでもっとそれより高くなっちゃう本はきっと、ネットとかに出してるんだと思うんですよね。だから、そんなバカ高いものは出ない。この本屋ゾーンではね。ところが、さっき言い逃した右側ゾーンがあります。右側ゾーンは、まず映画のポスター、全世代の映画のポスターが、最初通路に入るとずらーっとですね、1メートルぐらいにわたってこういうハンガーにかけられて、あ、ち並んでゃんるんですよ。とされてる。これがね、素晴らしい映画ポスターゾーンがありまして、その奥がですね、ソフビを主にしたうわ。おもちゃゾーン。おもちゃゾーン。これがね、もう一つの顔なんです。おもちゃゾーンが充実していることですね。そこには、例えば、もうほぼ昭和のもの、まあ、新しくてガンダムぐらいですかね。ぐらいのものとか、あと、なんていうんですか、一点もの、プレミア一点ものです。しかも、そのワンフェスとかで作ったんじゃない、企業の一点ものとかが、並んでます。このガラスケースの中にね。ここは高いです。まあ、当然ですけど。高いですね。で、その正面に突き当たったところに行くと、正面にはさらにプレミア価の高い、1点しかないというか、もうこの世にこんなものあったんですかみたいなものがたくさん並んでます。すごい。素晴らしい。一例を挙げるとね、僕はなんでこんなものがあるのかと思ったのは、宮崎努、例の、事件を起こして、宮崎努の、自筆はがき。なんでそれがあるのか僕わからないんだけど、それなんかに応募したかなんかのやつなのか、応募したか、なんか手紙をその要するに事件を起こす前に書いたはがきが、事件を起こす前かもしくは起こした後に、著書かなんかに、送ったものかちょっとわからないですけど、それのはがきがありました。あ、確かにこういう筆跡だった、みたいなものがね、あるんですよ。価格はね、どれも結構なお値段なんですけど、まあまあ、しょうがないかな、という。で、まあ、そのプレミアゾーンの向かい側に、100均漫画ゾーンがありまして、ここ、ハテナヤの実力の恐ろしいところで、ハテナヤはね、定期的にこの本を出します、100均ゾーン出しますって、X、現 X のツイッターにね、告知するんですよ。で、それがね、結構ね、クラシックコミックで、他のところだとね、いい値段つけるようなものを放出しちゃうんですよね。で、僕も一度少年チャンピオンコミックスの佐藤博之の気分はグルービーを不揃いだけど10冊ぐらいだったかな、あれ17冊あるんですけど、出しますって言って、それ買うので送ってもらえませんかって言ったら、いや、出しますって言われて、おー、あの時行ったら買ったのになというですね、ものを時たま出すことがあるんですね。俺が恐ろしくて、まあ、ハテナヤをフォローせざるを得ないゆえんなんですけれども、というコミックコーナーがありまして、もうどこも見ないでしょうがない感じになってるんですよ。いや、相当ですね。なんか、いや、確かにその、なんか、ラインナップだと、確かに古津屋さんとも喋るでしょうなっていう気がよくわかりました。ハテナ屋さんのさっきの外観からマジで想像ができない。そうですね。ロードサイドにある、なんか普通の新古書店っぽい外見に見えるじゃないですか。そうなんでそす。うないです。はい。新古書店にあるような本はちょっとしかないですね。本当に。いや、その置くスペースがないぐらい、はいい。です。やー、そんな、どこからそんなたくさんいいものがって感じでそうなすんでね。すよ。で、最新の僕がハテナヤで買ったものは、これですね。ほら、うるせえやつ、なんだこ音がれ。するでしょ。これはですね、
うるせえやつらの1984年かな ?84 年、もっと前か。84年でいいのか、最初のテレビアニメが放映された時に、いくつかですね、プラモデルが、作られたんです。これ、2社から出てまして、これはつくだオリジナルから出た12分の1スケールのつくだホビージャンボフィギュアシリーズの一つです。面堂修太郎の妹の面堂涼子のですね、プラモですね。僕はこのシリーズがあると無条件で買うので。プラモ自分で作って色も塗らなくてはいけないというやつではないですか。当時だから在職ないです。例えば、これとかね。あ、ラムちゃんだ。はい、愛しのラムちゃん。そうですね。よいしょ。続々。これはきらめきラムちゃんと、これは愛しのラムちゃんですけど、愛しのラムちゃんは、箱が色違いであることは、確認いたしました。だから両方ともある。だからこれ多分色違いじゃなくても買ってましたけど。これがね、結構、なんか、本棚の圧迫するんですよ。で、これちなみに、音がするのは、ランナーから、ランナーってプラを流し込むときにある道筋の、要するに枠ですよね。枠、はいはい。ランナーから部品がこう取られちゃってるんですよ。なるほどね。こういうふうにね。はいはいはい。ちょっと作ろうとした気持ちがあったのか。そう。作ろうとしたのかよくわかんないんだけど、まあ、とりあえずランナーを外したんですよ。まあ、でも部品は多分揃ってるだろうと。で、まあ、揃ってなくても、まあ、買うことに意義があると思って買いました。で、帰ってきました。で、棚を見たらですね、いるいらっしゃったですね。いました。これはちなみに未開封です。あ、しかもちゃんと作られるってやつを完璧版持ってらっしゃってました。未開封版がちゃんと僕の家にありました。これを買わなくてもよかったんだけど、まあでもそういうところでね、見てしまったらちょっとまあうっかり買っちゃうじゃないですか。そうですよね。同じ、その、変わら、別に楽しかった、買う楽しみは変わらないですからね。そうです。ちなみにこれはね、あれですよ。確か、大阪の渡月田書房だったんじゃないかな。渡月田書店で買ったんだと思うんですけど、これは3000円だったんですよね。ああ。で、これ1100円なので。はいはい。まあ、よかったかな。そうですね。ないけど。そうですね。そうですね。同意しかける。こうやって本棚は圧迫されていくわけですね。そうですね。特にプラモは作らないから、作らないですよね。で、作ると場所を圧迫しちゃうから、いや、箱状態でどんどん増えていくわけですね。恐ろしいことです。恐ろしい。だから、ハテナ屋に行くときはちょっともう気持ちを整えてね。いやこれでうちの棚を圧迫する何かがうちに来るだろうというのが分かってるんで。そうですね。いや、本じゃなくても、本当ポスターとか、人形とかになってくると、もう、ね、危ない。小野寺さん言ったらね、ポスターちょっと逆上すると思いますよ。いや、そうですよ。あーってなって。してある、昭和の電飾のポスター、4色ずりのきちんとしたポスターが、ほぼ無傷で吊るしてあるのを見ると、これはまずいぞっていう気持ちになります。そうそうそう。よくわからない危機感と、使命感に燃えて、仕方あるまいとか言って持って帰って、持って帰ってどうすんだよみたいな。見ると怖いことになるから、あそこは見ちゃいけないと思う。旅先で全紙のポスター買ってはいけないっていうのが分かってるんで。せめてもう、ポスターの横にある小さな劇場版のポストカードみたいな、はい、劇版の写真を、あれをこう、漁ることで何か気持ちを抑えてるんですけど。ね、そうそう。まだこっちだったら、やばいことになる。飾られるし、みたいな。ね、危ない危ない。はい。まあ、そんなわけで、この7月の、いや、8月の頭にね、行きました。だいたい半年に1回ぐらい行くことになってるんで、なってるって言い方も変ですけど、まあ、多分次は冬ですかね。冬に行くつもりですけど、まあ、なんか、弾みでまた今月行っちゃうかもしれませんけど。そうですね。まあ、なんか地震のあれも落ち着いたらすぐひょっとね、行けますからね。僕ね、ハテナ屋って
2日連続で行ったことあるんですよ。すごいです。行くじゃないですか。で、コミックコーナーである本を見て、うん、これやめとこうと思って帰ったんですけど、帰って、東京着いて寝ようと思ったら、やっぱどう考えてもあれはもう二度と見ないんじゃないかなって気がしてきて、明日行こうかと思って、翌日ですね、そのためだけに狐ヶ崎に行ってしまいまして、それを買いましたよ。いやいや、買ってよかったと思うんですよ。その後二度と見てないもんでしたから。すごいですね。すごい。その方はちょっと買う必要があったかわかりますって、ね。中を改めたら別にいらなかったなと思いましたけど。そうなんです。でも、そこは重要ではやっぱりなくて、そこはちょっと一旦置いといて、花にあげましょう。買った方がいいかどうか、悩むぐらいなら買っておいた方がいいんじゃないかというですね。まあ、これはかなり間違った判断だと思うんですけど、買ってしまった。というわけで、私すごの、いっす。1件目はですね、1件目じゃない、8月の、推し古本屋は、静岡県清水区にあります、不思議な古本屋、はてな屋でございまして、皆さんもどうぞ、お近くの方は、ぜひ行かれるといいと思いますので、お近く通られましたら、ぜひ行ってみてください。というわけで、その1、前編でございました。